ちょっとローライトなんで黒系の背びれでやってみます。ほっ、すげえ面白いな。後ろからスーッと追ってきて、うぃしょ、出た背びれフィッシュ、気持ちよく出たね。ハハハ、イエーイ、背びれフィッシュ、よし。あ、何気に俺この色釣ってなかったんだよ、嬉しい。ほっほっ、エアロツイスターって感じではないから、でれん、若干ローライトだから、これグローピンキーだっけな、早朝とかによく使う色だけど、大切に対岸を。
水点から30センチ以内ぐらいで出るとマジ気持ちいいですよね。なじまして、ルル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 ル、出ない。ペラも回転調整バッチリなんだけど、よっしゃ、ちっちゃいのが着水ジュブって出たよ。いやーグローピキー、よっしゃ、いやー、